もうメカメカシーンでもう男子はたまらないと思いますけどこの辺はすげえ面白いっていう風に感じそう。どうも皆様こんばんは、セゴリダ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。 CMF41 です。さあ CMF なんじゃらほいという風に思った方もいらっしゃると思いますけれども、ナッシングですよ。先日もですねフェリカ搭載のですねナッシングフォン出まして、非常にねあれも好調ということで、あとオープンですね、まあそちらもご紹介しましたけれども、ナッシングフォンとは違ってですね値段がなんと 44,800円、5万円以下で買えることができるというスマホでございます。なんでこんなに安いのか、それはまあいろいろ理由があるんで、それは後で詳しく言いますけど、他にもねこういったね着せ替え的なものもできるようでございます。今回もナッシングさんに送っていただきました。金銭のやり取りはありません、何言ってもいいよということなんで、思ったことを素直に言っていきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらが CMF フォン1です。開けていきましょう。ダラーン、はいはい出ました。これは本体なんで後で詳しく見るとして、入ってたのは書類、両方 USB-C のケーブル、それと SIM ピンですね。こんな感じのすごくおしゃれなモデルになっています。ほんでこちらが本体になるわけです。デザインはねすごく個性的でかっこいいと思いますよ。ややね大きいかなっていう感じ。 iPhone 16 Pro Max と多分ね同じぐらいの大きさですよ。これ結構でかいなっていう、まあそれで4万だからね、相当コスパはいいなという風に感じますけど、でカメラですねここにあって、でライトですね。でそれぞれですねこのようにネジでね止まってるっていうのが見えますけども、それも非常にねかっこいいですよ。で CMF という風に入ってます。で右側にですね電源ボタンかな、で反対側にボリュームがあって、下側に USB-C の充電口にスピーカー、それと SIM ですね。さっきのピンをねこうグサッとするとこんな感じでね、わなんかオレンジなんだかっこええ。で SIM ですね、それにマイクロ SD ですよ。こっち側にね、SIM を入れて、で、ひっくり返した方にマイクロ SD になるので、こういう感じでですね、マイクロ SD を入れるというもの。で、反対側に SIM。なので、まあ、内部ストレージだね。そちらの小ささをこれで補おうっていうのも、まあ、コストカットの要因になってると。で、上側にマイクですね、の穴があります。究極のエブリデイスマートフォン。グッドデザイン賞ベスト100にも選ばれています。8コア、4ナノメートルプロセス、そして 16GB のラムがある。ベンチマークはねこのような形になっているということで、安価なねスマートフォンの中でも早い方ですよと、まあ、もっとねもちろん早いものもあるんでね、値段の中ではねそこそこ出てるんじゃないかなっていうところではあります。 5000mAh のバッテリー、音楽再生や YouTube などはこのようにたっぷり使うことができる。 50MP のソニー製リアカメラ、 16MP のフロントカメラ、リアカメラは F1.8、 視野角は79度、結構綺麗なね画像撮れそうな感じでありますよね。カメラの裏側にはトゥルーレンズエンジン 2.0、 AI ビビットモードもあるので、このように綺麗に加工できる。ハッシュタグ withCMF でいろいろ撮ってるみたいですけど、このようにですね非常に質感も良くって綺麗な写真が撮れるみたいです。まあ、これで5万円以下だったら全然いいね。ディスプレイは 6.67 インチのスーパーアモレットディスプレイ、 120Hz のアダプティブリフレッシュレート、ピーク輝度は 2000。 CMF はナッシングが作ってるのでナッシング OS が使えます。チャットGPT をはじめから統合、 AI やボイスコントロール、カスタマイズもできますよ。また冒頭でもお見せしたようにカスタマイズすることができます。自分がいいなと思ったカラーをですね後からね変更できるっていうのは非常に面白いかなと、コストカットにもなってますね。また着せ替えの他にも豊富なアクセサリー、スタンドやストラップ、カードケースがあります。繰り返しねテストもしているので非常に頑丈ですよっていうことと、 Bluetooth5.3、 Wi-Fi 6、 指紋センサーとかいろいろあるんですけど、でね冒頭でも言いました、これなんで安いかっていうとね、プラチナバンドに対応してないんですよ。ドコモと au ですかのプラチナバンドは使えないんですね。なので使えるのはソフトバンクとか楽天とかそういうものになっちゃうんで、日本
向けにね販売する場合はもちろんフェリカとかまあいろいろ搭載しないと日常では使いにくかったりするんですけど、その分コストが上がっちゃうわけですよ。なのであえてこうしてるっていうものなんで、めちゃくちゃ売れる、ものすげえシェアを獲得するかっていうとそうではないと思いますけど、それでもですね、まあ売れるというですね確信があったから販売してるということになるのかなっていうところでございます。でここだね、ここがね回るんだね、これこんな感じでくるくるくるっと、あ外れた。ここにストラップが付けられるという、へえでも可愛くていいわ。ということで着せ替えできる系がこんな感じでババンとありますよ。こちらね本体から見ていこうか。ということで入っていたものはこんな感じで、本体はもちろんですね各種ドライバーとかですねネジ、あとはですねシムとかさっきのストラップとかも全部入ってるわ。まあ確かにね黒もかっこいいんだけどね、このカラーもね確かに可愛いなっていう感じがするよね。じゃあ実際ちょっと変えてみるか。まずこのマイナスドライバーだね。でこれねめっちゃ回しにくいわ。いやーこれプラスとかの方が良かったんじゃないか。すげえめんどくさいな。ガッつりかましてね、こう回していくぞ。結構めんどくさいな、これ。よいしょ。あー、来た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 。こういうことだ、こういうこと。まあ、外すとこんな感じ。あ、でもなんか大事な中身は触れられないようになってるんだ。なるほど、考えましたね、これは。もうメカメカしんで、もう男子はたまらないと思いますけど、この辺はすげー面白いっていう風に感じそう。ただね、外すの結構大変だな。意外と手間がかかるなっていう感じで、これをもう一回逆だね。つけていけばいいんだね。まあまあ、雰囲気的にはね、こういうことだよね。他の色もこういう感じ。まあ、気分はね、だいぶ変わりますよ。俺、ブルーでもいいかな。はいはい、できました。こんな感じ。ネジもね、黒から銀色に変わったんで、だいぶね、印象が変わりますよ。いい感じ。楽しいわ、これ。それとカードケース。つけると、こんな感じで、まあまあね、可愛いですよ。で、上側パカッと外れて、ここに、スイカとかさ、入れれば、とりあえずピットはね、できますよ。フェリカないけれども、まあ、物理的でね、解決しようというものですね。あと、スタンド。つけるとこんな感じ。カードですね。カードケースあっても使うことできるわ。こんな感じで、まあ。立たせることができたり、微妙に変えることができる。まあ、物理的にいろいろできるっていうのはいいね。こういけるしね。で、角度をちょっと変えたいなっていう時は回してね。まあ、いろいろやるということもできるんで、一応90度もできますよ。いい感じ、いい感じ。この辺できるのはね、結構でかいなって思いますね。で、最後、ストラップ。こんな感じでね、しっかりね、使うことができますよ。子供向けとかにもいいのかな？うちの娘も最近スマホが欲しい、スマホが欲しいって言ってね。これだったら首から下げてもなくならないしね。まあまあいいかな。っていう、しかも値段も4万です。安いし。ただね、ストラップ使うとスタンドが使えなくなっちゃうんですよ。カードケース使いながらこれができるのはいいんだけど、スタンドとかも同時にね、使えると思ってよかったかなっていう感じがするけどね。まあそうするとこの辺が分厚くなっちゃうからちょっと難しかったのかなっていう気もしないでもないけどね。なるほど、わかったぞ。それじゃあ起動して使ってみましょうかね。じゃあ、スイッチ、オン。はいはいはい、来ました。CMF by Nothing。ハローということでね、ちょっと設定していきます。はい、というわけで起動することができました。デザイン的にはめちゃくちゃかっこいいですよ。まんまね、Nothing フォンだなっていう感じがしますよ。で、画面も、すごい綺麗ですよね。サクサク動くし、いい感じ。で、カメラがこれだ。あ、でもこんな感じ。あ、でも今んとこね、綺麗に見えてるわ。あとね、いろいろオンにしてみたら、こんなニコニコしたマークも出てきて、これがなんかね、押すとね、スクリーンタイムになるみたいですよ。まあ、どれくらい使ってるか的な感じだね。とか、使いすぎたらなんか顔が変わってきたりとかすんのかな。あとは天気だね。晴れとか、何度とかっていうものも出てくるんで。とにかくね、おしゃれです。本当にナッシングは。非常にね、かっこいいなと思います。で、サイレントモードとかも押せばね、まあ、簡単に切り替えることができるっていうものですね。で、時計もね、まあ、こんな感じで変えることができるしね。で、ここですよね。何もないところをまあ、長押しすると、このようにですね、ウィジェットって出てくるので押すとですね、いろいろね入れることができるんですよ。カメラとかショートカットですよね。クイック設定とか自分が必要とするものそれぞれですね、バーっと選んで入れることができるんですよ。しかもね全部かっこいいんすこれ。で YouTube ミュージックもですね、まあ、こんな感じですぐ入れられるし、押せばねすぐこんな感じで開けます。で逆にね使わないなと思ったら長押しして削除すればすぐ消えるんで、まあ、この操作性もすごくいいですよね。ということで、まあ、使い方分かったところで、カメラ性能ですよ。どれくらいいけてるのか確認していきたいと思います。はい、というわけで実際動画ね撮ってきましたよ。等倍と2倍ですね。2倍以降はねこのようにデジタルズームとしてだいぶ荒れていきます。長押しするとですねこのようにファーッと動かせるようになっています。まあ便利は便利ですね。でこちらねスローモーションですね。こちらはねフル HD だけ、 4K とかはないです。まあでも十分使えますね。
それと写真です。写真はねホームページのね情報通りですよ。すごくね綺麗にね撮ることができます。ポートレートもこのように撮れてですね、 F 値もね変更することができるのでちょうどよくね調整できます。ただめちゃくちゃナチュラルかっていうとそうではないけどね。それとパノラマね、こんな風にも撮れますよ。それとエキスパートモードです。シャッタースピードであるとかホワイトバランス、ISO感度とかもいろいろ変更できます。ベンチマークはこんな感じ。めちゃくちゃ速いわけじゃやっぱりないですね。はい、というわけで今回は CMF Nothing の CMF Phone 1ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、十分使えます。画面もすごく綺麗だし、こんな感じでですね、外見ですよ、着せ替えっていうのもできるから、たくさんシェアを獲得するかっていうと、ただちょっと難しいかなっていうところではあるから、いろんなアクセサリーで補ってるわけですよ。例えばストラップ、これうちの嫁さん見せたらね、めっちゃ可愛いって言ってました。これ確かにお子さんとかにも良さそうだよね。こうやってやって、で長さもね、まあ、十分ここで調整することができるから、まあ、まず落とすことがないわけですよ。でオレンジでね、このように服につけてもですね、非常にね映えるんでかっこいいかなっていう風には思いますし、あとカードケースがねちょっと斜めなんですよ。これそれもすごくいいな。みんな右利きでしょ、まあ、僕は左利きなんだけど、そのパッて開けた時にこう入れるじゃないですか。でまっすぐだとよくあるカードケースなんだけど、ちょっと右に傾いてるから入れやすいんだと思うんだよね。あとはピッとする時にもちょっと斜めでおしゃれとかね、まあ、その辺もやっぱナッシングっぽい、すごく考えられてるし、あとスタンドにもなるからね、この辺もですねすごく可愛いなっていう風には思います。あとスマホなんで Google Play につなぐとか、アプリを落とすとか、 Netflix とか Amazon プライムビデオとかね、そういったものを見るのもですね全然問題ないです。ナッシングウィジェットですよねを使えたりとか、あとチャット GPT ね、ナッシングのですねイヤホンですよ、使えば問題なく楽しめるし、あとテンションがねすごく上がります。可愛いしおしゃれだし、シェアをね伸ばしてるっていうのも、まあ、納得できますよね。まあ、買ってワクワクするし、十分楽しめるかなと。お子さんにね持たせても全然いいと思う。これ後ろにですねパスモとかスイカとかそういうの持たせてピッていくのもいいし、この中にクレジットカードとか入れるの怖いじゃないですか。スマホ本体にねバンバン課金しちゃうかもとかっていうのがあるけど、でもこういったスイカとかさ、そういったものだったら、まあ、制限かけられたりとかするからね、チャージこの分しかしないよ的なね、ちゃんと明細持ってきてねとかっていうのもできるから、あとコーデックがAptX HD とか LDAC とかいろいろね使えるんですよ。なのでダップ代わりというかね、そういう風に使ってもね個人的には面白いんじゃないかなっていう風には思いましたね。でそうね、まああえて残念なところを言っていくと、いろいろありません。フェリカですよね、お財布携帯が使えませんよ。あとプラチナバンドですね、そちらも使えないので、めちゃくちゃ制限がありますというか、むしろ日本で使うにはですねちょっとした不便、まあ、これをメイン携帯にするにはちょっと大人はね不便かなっていうふうには思うのが正直なところかなっていうふうには思うんすよ。でも安いんで、やっぱ価格を抑えるっていうのはそれなりの理由があるわけですよ。何か制限をかけない限りは価格を抑えることなんてできないわけです。でもそれを補うためにね、まあ、カードですよね入れられたりとか、お子さんに持たせるとか、あとはサブ携帯ですよねとして使うとか、音楽再生機器にするとか、まあいろいろね考え方はあると思うんで、使い方次第ですよ。ダップとかまあハイエンドに行くとですね、まあ10万以上すれば有線使えないからな、まあ、そこもどうかってとこであるけど、でもアイデア次第ですよね。それこそ会社とかやっててね、まあ LINE で全部やり取りしてるっていう場合はプラチナバンド云々は関係ないわけですからね。 Wi-Fi 下にいるかどうかとかっていうものにもまあ影響してくるんで、使えるスマホじゃないかなっていうふうには思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオー。